皆さんおはようございます。こちらはプラハ中央駅で、ここに表示されてます5時45分発の特急ブジェツラフ行きというのに今日は乗っていこうと思います。今こちらに停まっている列車、これがその列車なんですけれど、この5時45分発の特急列車って通常はですね、ブダペスト行きで運転されているはずなんですね。ところが本日これブジェツラフ行き、ブジェツラフというのはチェコの最後の国境にあるチェコ側の駅なんですけれど、でそこからブダペスト方面には行かないということになってますね。でそれがどういうことなのかというのはちょっと後でご紹介しますけれど、まあ、この列車に本日は乗って、行こうと思います。でこの一番後ろについている車両ですね、これ新型のこの一等車で、後半室ビュッフェ車になっています。このビュッフェ今ちょっと誰もいなかったので中の様子ちょっと映しましたけれど、簡単な調理ができるようになってまして、昼の定食とかそういうのも、出せるようになってますね。で一番後ろはこのように、貫通扉がありまして、後ろの景色が見られるようになっております。でプラハの中央駅を5時45分定刻に今出発していくところです。でこれ映したのがですね、動画撮影したのが10月のと13日だったかな、14日ですね。でもうだいぶ秋が深まってきまして、5時45分というとご覧の通り真っ暗の状態ということになります。そのくらい、プラハ中央駅を今出発していくところです。で本日実はですね、さっきこの列車ブジェツラフまでというふうに言いましたけれど、そのブジェツラフはチェコ側の国境の駅なんです。そこから国境を越えてスロバキアのクーティというところまでですね、その区間が実は運休に今なっていまして、そのために列車はブジェツラフ止まりで、ブジェツラフから先は別の列車がブダペストまで運転されているということになっております。ところがそれが国境の区間が運休されていることで迂回運転をするという理由になってまして、そこで実質的にはそこで2時間後のブダペスト行きの列車に乗るというようなダイヤになっているということですね。でその地図でご紹介していきますけど、これがチェコ全体の中の今回ご紹介する区間でして、でこちらがその拡大図ですね。これちょっと詳しくご紹介しますけれど、この丸が2つ、白い丸が赤いこの矢印みたいなのが2つついてまして、左の上のところがブジェツラフ、この列車の行き先、つまりチェコの国境の最後の駅ということですね。でその中のこう国境線がですね、この灰色の太い線でこう描かれてますけれど、そこからその青い線、線路の方向に行きまして、右下の方にクーティというところがありますね。でこれがスロバキア側の国境の駅というふうになってます。でブダペストに行くプラハ発ブダペスト行きの列車というのは、通常この左上の方のプラハブルノの方の矢印の方からやってきて、ブジェツラフを通って国境を越え、青い線で国境を越えてクーティ、そして南の方ブラチスラバの方へ、こう下の方へつながっていく線路に去っていくという運転をしているわけです。ところがこの青い線の区間が現在運休をしているためにですね、本日から10日間ぐらいなんですけど、この青い矢印3つ書いてあるんですけど、このルートを通って迂回運転をするということになっております。でそれによってですね、ブジェツラフクーティ間では通常はこの青いルートで行くと15分ぐらいで走るんですけれど、この矢印のルートを引くことで1時間かかるということになっております。ということで今回のこの動画ではですね、そのブジェツラフまでのこの特急列車の様子、そしてその迂回運転の区間の特急に、その迂回運転の区間だけですね乗ってみましたので、その様子をお伝えしていこうと思います。1時間出発してから経って、ようやく空が明るい始めてパルドゥビッツェを過ぎ、もう間もなくチェスカートレボバーという駅に到着するところですね。でチェスカートレボバー、これ今すれ違っていく列車は、これ多分スロバツキエクスプレスじゃないかと思うんですけど、編成からしてですね、プラハ行きの急行列車です。でこの先なのでチェスカートレボバーという駅ですね、重要な分岐点になってまして、プラハからこう東に向かって進んできたこの線路がですね、ここで二手に分かれて、このまま東へ直進してオロモーツ、オストラバー、そしてポーランド、スロバキアの北部の方ですね、そっちへつながる線路 と、南の方へ分岐してブルノ、ウィーン、それからブラチスラバ、ブダペストの方へつながる線路が分かれる重要な分岐点ですね、ジャンクション駅になってまして、でこの町にですね、これは鉄道のために発達した町でして、でここに鉄道員を養成するですね、高校が、日本の岩倉高校に似たような高校がこの町に設置されているということを聞いたことがあります。でですね、さっき運休になっているって話をしたわけなんですけれど、で国境の今回運休になっている区間というのは実はですね、伏線なんですよね。で伏線でこう工事をするときって、通常はですね、チェコではチェコってヨーロッパどこもそうだと思うんですけど、片方を工事を、伏線のうちの一つを工事して、もう片方を単線運転で列車を交互に走らせて、要するに列車を運休にはしないっていうのが通常のやり方なんですけど、今回どういうわけかね、運休にしてるんですよね。でそれがどういう理由なのかわからないんですけど、迂回路が近くにあったっていうことなのか、あるいは国境で特殊な事情があるのか、ちょっとその辺わからないんですけど、運休になっているものというわけですね。
で今あそこに機関車とかその流通線が見えてるので、これが見えてきますと、もう間もなくブルノ中央駅に到着をします。でこれがこのブルノ駅前の様子、あそこにあの見えるあのホテルですね。あのホテルなんかねすごくいいホテルらしいですね。あの泊まった人に聞いたら良かったよって話を聞きました。で今到着した駅ですね、これあのブルノ中央駅で、結構この動画チャンネルの動画ではここの駅で下車するっていうケースが、ね、結構多いと思うんですけど、まあ、今回はですねこの駅を素通りしてさらに先へ乗り進んでいくということになります。ブルノから30分ぐらい乗りまして、もうこの遠くの方にブゼツラスの街が見えてきました。で今画面の左の方からこうなんかタワーみたいのが、四角いタワーが見えてると思うんですけど、あれなんか空港の管制塔のように見えて、昔からずっとこれ気になってて、ここに以前空港があったのかなとちょっと思ってたんですけど、今回これ調べてみましたら、あれなんかオティスタワーというふうに呼ばれているタワー で、オティスっていうのはあのエレベーターのメーカーなんですね。でそのメーカーがエレベーターのテストをするために、1960年代に建てた塔だということが分かりました。そこのオティスタワーを見ながらこう来まして、ブゼツラスの駅に到着して、この列車はここで終点ということになるわけですね。でその今のホームの反対側にね、この工事用の車両、これ多分建設車かなんかだと思うんですけど、でこれが通過していって、まあ、通過するところをこう動画撮ったんです。これインスタグラムに載せようと思ってね、こう縦の動画にしたんですけど、でこれねあの動画には撮らなかったんですけど、これよくこう見ていたらずっとあのこの駅を通り過ぎてこの方向ですね、これずっと向こうの方に行って左にカーブしていったんですよね。ということはその工事区間の方に向かって入っていったということになります。で一方今この到着しているこの列車ね、これはウィーンの方からやってきた列車です。グラーツ発のポーランドのプシェミシル行きの特急列車ですね。で先頭についているのは電気機関車、オーストリアのタウルスと呼ばれる機関車ですね。でその次に2両チェコのチェコ鉄道の客車がついてまして、その後の2両はこれですね、これオーストリアの車両ですね。でその後ろにこれ3両なんとねスイスの車両がついています。でこの列車はスイスと直接関係なくて、オーストリアのグラーツからウィーンを通ってチェコを通ってポーランドのプシェミシュルというところ、プシェミシュルってあのウクライナとの国境の街なんですけど、そこまでこの要するに間合い運用というやつですね、このスイスの車両がオーストリアに乗り入れてきたやつをその間合いで使ってポーランドのプシェミシュルまでこう往復するというものすごい運用になってますね。でその今列車が到着したところで、本当はこの列車ですね、あのスイスのパノラマ一等車ですね、これ今こういう映ってるのこれが一等車なんですけど、本当はパノラマ車がついてるはずだったんですけど、今日は運用の関係で一般の一等車がついていますね。で今左側出発していく列車はこの先頭のベクトロンに引かれて出発していきますが、これはあのこの駅ブゼツラス始発のプラハ行きの特急列車です。で本来ですとこれもあのブダペストからこうやってくる列車なわけなんですけれど、本日その運休の関係でですね、このブゼツラスが始発駅として運転されているというわけですね。でねこれなんでねこれあのこの駅でこう列車を分割しているのか、要するに迂回運転ができるわけだから、それであの通常通りプラハからあのブダペストまで直通で運転すればいいんじゃないのかなという気がするわけなんですが、それはね、こういう事情があります。でこちらの時刻表をご覧いただきたいんですけれど、この赤い星がついている列車ですね、これが今私が乗ってきた列車で、ブゼツラフ到着が8時52分で、通常ですとこれがこの黄色い部分に直通して8時55分発でブダペスト12時28分着というふうになっています。ところが現在このブゼツラフクーティー間が運休をして、大回り、あの遠回りのなんですけど、迂回運転をするということになってまして、通常17分で走るところは59分ですね。59分かかるということになっております。で、そのためにどういう措置を取っているかと言いますと、この8時52分に着いたこの IC573、これはここで打ち切りとしまして、ブゼツラフ終点ということにして、その代わりにですね、8時13分発の EC273 というのを設定しています。で、これがですね、クーティーからブダペストまで時間をこの黄色と青のところを比較していただきますと全く同じになってますよね。つまりこのブゼツラフの出発をその迂回運転で余分にかかる分早めることによって、スロバキア、そしてハンガリー内のダイヤを通常のものに保って、そちらの調整が必要ないようにしているという、そういう措置が取られています。従いまして、プラハから行って12時28分にブダペストに着きたいという人は、この1本前の4時45分発のウィーン行きの特急列車ですね。これに乗ってブゼツラフに1時間早く着いて8時13分に乗り換える必要があるということになっております。
で、一方でこの5時45分にプラハを出た場合どうなるかと言いますと、ブジェツラフに8時52分に着いて、で、この8時55分は運休ですから、次のブダペスト行きは10時13分まで待たなければならない。そのことによってブダペストの到着は通常よりも2時間遅れ、14時28分に到着するという、そういう、措置が取られています。で、今ただいま出発していく列車、さっき入ってきましたオーストリアのグラーツからポーランドのプシェミシュルに行く特急列車です。でオーストリアのこの赤い機関車タウルスと呼ばれる機関車を先頭にチェコの客車が2両、それからオーストリアの客車が2両の合計4両がチェコの最後の駅ボフミンというところで切り離しになるということですね。で後ろについている3両のこのスイスの客車ですね、これだけがポーランドの終点プシェミシュまで、直通運転をしているということになっております。プシェミシュはもうウクライナとの国境の駅ですね。そこまでこのスイスからはるばるこの列車3両の客車が運転されているということですね。でこの地図もう一度ご覧いただきまして、今の列車はですね、ウィーンの方からやってきて、この下の方ですね。で、ブジェツラフを通って右上のオストラバの方に去っていきますので、今回の迂回運転とは関係なく、通常のダイヤで運行されているということです。で、こちらがブジェツラフの駅舎の中です。向こうにこの共産主義的ななんかこう模様が書いてありますけれど、ちょっと時間がありましたんで、駅舎の方に出てきたんですけど、このね、今映してるのこれ到着の案内なんですけれど、上から3行目をご覧ください。このブダペストからの特急9時53分着っていうのは、なんと55分遅れでやってくるということがわかります。で、この列車がですね、折り返しで10時13分私が乗る列車になるのかなと思ってたんで、これどうなっちゃうんだろうと思って、発車案内の方を見てみますと、こう10時13分上から4行目ですね。これどうも遅れなし時間通りで3番線から発車するというふうに書かれています。で、これ3番線って言いますと、さっきプラハからの列車が到着したこのホームですね。で、どうもね、この列車、プラハからやってきたこの車両が、そのままブダペスト行きに運用されるようですね。で、おそらくは本来はですね、9時53分に着いたやつを折り返しで使ってるんだろうと思うんですけど、本日それ遅れたという理由で、急遽この編成をブダペストまで持ってっちゃおうということにしたんじゃないかなという気がしますね。で、今行き先表示見たらまだプラハブゼツラフになってましたけれど、他の車両はちゃんと変わってましたので安心なんですが、この機関車ですね、プラハが引いてきた機関車はここにあるんですけれど、連結器はご覧いただいた通り外れていますので、これ出発するときにですね、機関車を残して出発するという形になるんじゃないかと思いますね。で、向こうのホームには、このオーストリアからやってきたプラハ行きのレールジェットという特急列車が出発していくところです。で、ヨーロッパの列車、このいろんな国のさっきみたいに客車がこう混ざってて、カラフルでなかなか面白いんですけどね。この列車はこう固定編成になってまして、機関車はね、時々交換して、チェコの青いやつがついてたりすることあるんですけど、客車の方は7両の固定編成で、非常にこう美しい編成、日本の特急列車のような編成になっております。で、こちらの特急ブダペスト行き、10時13分発、やっぱりさっきの予想通りですね、このプラハから引いてきたこのベクトロン、この機関車を残したまま出発していくということになっております。で、10時13分、定刻ですね。で、この左側に見えている列車は、これオーストリア、ウィーン方面、ウィナーノイシュタット行きの各駅停車ですね。シティジェットというふうに書かれていますけど、この2階建ての新型客車による普通列車が止まっております。で、このブジェツラフの駅はですね、このジャンクションの駅になってまして、プラハから来た線路が、ここから、ウィーン方面とブラチサバ、ブダペスト方面に分かれている。そしてさらに、北の方には、このオストラバの方へ連絡して、オストラバからポーランドの方に連絡していく線路があります。で、それからあとズノイモの方に行くね、こう普通、各駅停車というか、ローカル線が出ておりますね。で、この今、この向かっていく方向、さっき、ブルのプラハの方からやってきた線路はこの右側3本ぐらい向こうの線路を走ってきたはずなんですけれど、今度ここから東北東の方ですね、向かいましてオーストラバの方に向かう線路に入っていくところです。で、さっきのオティス の例のタワーがまた見えるはずなんですけど、もうちょっと先かな。ちょっと今後ろの方をこう映しちゃってますので、確か右側の方に少しこう向けるとタワーが見えるんじゃないかなと思いますけど、今回見えないかもしれませんね。で、このブジェツラフの駅ね、非常に大規模な駅でして、この貨物用の側線がこうたくさん置かれています。で、今右側に映っている貨物列車はピギーバック輸送ですね。トレーラーの荷台、後ろのこの部分だけを貨物列車に積んで、
長距離を移動して目的地の近くに着いたらトレーラーヘッドをつけて道路を走るというですね。今すぐすれ違ったのはレギオジェットという特急列車、会社のやっている特急列車でして、ウィーンの方に行くのかあるいはブラティスラバの方に行くのか分かりませんけれど、ブラティスラバ行きの場合は当然あそこは通れませんから、この列車の同じルートで迂回運転をするということになるはずです。で今ここでこう右側の線路と分かれて、こっちに、北東の方に線路を取ってますけど、右の方に去っていった線路があるブルノープラハ方面の本線、さっき通った線路ですね。あ、向こうの方にオティス の, タワーが見えてますね。でここから先ずっとこの路線ですね、非常に線形のいい線でして、軌道改修工事も進んでいまして、160キロで、非常にまっすぐな線路なのでスピードがこう出し放題という線路なんですけれど、ただ私が今この乗ってる列車引いている機関車はですね、160キロじゃなくて140キロにしか対応していませんので、この列車に関しては140キロしか出ないということになってしまいます。でご覧の通りまっすぐでカーブもなくてね、非常に走りやすい線形になっております。でこの 線路ずっと行きますとね、オストラバを通ってポーランド、それからスロバキア北部の方につながっている線路ということになります。今駅の手前の信号で止まってますけど、右側をこの急東モラバンドというね、オストラバじゃなくてオロモーズ初のブルノー行きですね。この新型のインテルパンテルと呼ばれるね、新型の電車による編成でした。で今ねこの画面の奥の方をご覧ください。左の方に貨物列車が左からこうカーブして出てきてるのが小さく映ってますけど、あの列車が今出てきたらあの線路がこれから私が乗っているこの列車が走っていく線路ということで、この先にあるホドニンという駅でですね、スイッチバック、つまり進行方向を切り替えるということを行います。そのために停車をして機関車の付け替え作業が必要ということになってきます。まあこういうのがありますんでね、このわずかな区間、通常15分で行くところを1時間かけて走るということになっているわけですね。で右側に止まっているのはこれ普通列車用のディーゼルカー、一番向こう こっちから一番奥が動力車ですね。その手前の2両は付随車という編成になっております。だからこの右側に止まっている貨物列車はまたピギーバック輸送ですね。で今このホームが見えてきましたが、ここがホドニンという駅になります。そこでなんか列車の撮影をしている、あれはでもベストを着ていますから、ひょっとしたら鉄道の関係者かな、あるいは鉄道マニア、撮り鉄側のベストを着ているのかも分かりませんけどね、今この迂回運転の関係で普段来ない列車が走ってくるということでですね、写真を撮っているものと思われます。左側にこのハンガリーの車両が止まってますね。これハンガリー鉄道の特急用の編成です。これがあれですね、ブレスラフ9時53分着予定のブダペストからの特急列車ですね。でこの機関車がこのハンガリーの客車を引いてきた機関車でしょう、おそらく。でこれチェコ鉄道の最新型の国産の機関車でして、380型というね、プルゼンにあるシュコダという会社の工場で作られた、新型の多電源方式の電気機関車、これ非常にいい車両ですね。エミール・ザートペックというね、伝説のマラソンライナーのランナーの名前を愛称として付けられている、そういう機関車です。でこれが今この一番この列車の一番後ろに連結されて、今度こちらが前になって出発していくというわけですね。でさっきの地図もう一回ご覧いただきますけれど、今この右上に行ってるこの矢印をずっと通って、右下に行く矢印、短い矢印に入る手前のところの駅で停車をしているという状態になります。でこのそこからさらにこう左下に矢印に下っていくわけですけど、この2つの線路の間にね、こう国境がありまして、その国境に実はね、モラバ川という川が流れております。で、その川が国境ということになってるんですけど、国境の両側に線路が敷かれているという構造になってますね。で、もうちょっとこう、広い範囲を移しますと、この国境はですね、途中から右に折れてスロバキアの方にこう入っていくんですけれど、スロバキアの方に入っていくっていうか、これが国境なんですけど、川から離れて右の方へこう逸れていきますけれど、川はこのね、まっすぐにこの画面を右上から左下の方へこう流れているというわけですね。で、その川の一番下流にね、今工事をしておりますブレツラフクーティー間の幹線ルートの国境越えのルートがあります。で、これから通るルートはその一つ上の赤丸、長い赤丸のところ、ホドニンから、ホリーチというところに行くね、このルートをこれから走るルートで、これ実はね、私2005年からチェコに住んでまして、鉄道マニアなんで時刻表をチェックしてるわけなんですけど、この区間に旅客列車が走ったという記憶はですね、一度もないですね。で、それよりもっと以前はね、走ってたはずです。途中に駅がありますからね。
で、そこから先の上の赤丸3箇所ですね。で、これも、その、川の両側に敷かれている鉄道を連絡するような形の線路なんですが、この上の3箇所については、通常の旅客列車が走っている線路ということになります。で、これから行く線路ですね。いわゆるレア路線ですね。私が知る限り、旅客列車が走っていることは一度も今まで見たことがないということです。で、今この機関車、さっきこの私が乗っている列車を引いてきた機関車も機回しをされていきまして、おそらくこれが今度そちらのハンガリー編成を引いてブジェツラフに戻っていくというわけですね。で、この列車の一番後ろに来ました、この左側をご覧ください。このレールバスの6両編成。これ最近はもう非常に珍しい編成ですね。で、この先頭と一番後ろに、ね、この青と白のレールバスがありまして、これは動力車です。で、その間にですね、中間に赤とクリーム色の車両4両挟んでおりますけど、これは付随車になってますね。で、この動力車、青い車両ですね、これは1両で付随車を2両引ける性能があるということで、1プラス2というその編成が2つ背中合わせにくっついた編成で6両編成を組んでおります。で、これは昔はですね、オストラバの周辺とかあの辺で、あれもしかして今も走ってんのかな、そっちの方でプラハとかだとはこんな長い編成見られないんですけれど、オストラバの周辺ではね、昔これよく走ってたのを記憶しています。で、最近もう見られないなと思っていたんですけど、なんか不意にこれが登場して、なんか衝動的にここで降りてこれに乗りたいような気がしないでもないんですけど、ただ私がこの乗ってる特急列車はですね、この駅は運転停車でして、ここで下車をすることはできないということになっております。ただ、ね、物理的にはね、これ停車するとドア押しボタンが光るんで、多分開ければ開けられると思うんですけど、まあ、一応降りてはいけないということになってますからね。まあ、で、何しろこれから先レア路線に乗りますんで、この珍しいレールバス6両編成はここで見送っていくということにいたします。それでこちらの列車ブダペスト行きが出発していきます。右側のこの55分遅れのですね、特急列車はまあ、これまたさらに遅れてしまうんじゃないかなという気がしますけれど、このハンガリー編成によるこの特急列車ですけど、これおそらくブダペスト、時間的に考えてブダペスト5時台に出てきた列車なんですよね。で、通常ですと7時台に出るやつがこのハンガリーの車両を使っていて、5時台のはチェコの車両を使っているのが通常なんですね。で、この7時台のやつがこの車両を使って、プラハを通り過ぎたドイツのハンブルグまでですね、直通運転をするこのロングランの14時間ぐらいかかるんですけど、全区間乗るそうですね。で、それ何年か前に一度それ全区間乗って動画を作ったのがありますので、画面の右上の白い丸からリンクをたどれるようにしておきますので、もしよろしかったらどうぞご覧ください。それですね、今この走ってるこの列車が走ってるのは、ブジェツラフ方面に行く本線ですね。本線の上を走っています。で、これから画面に向かって右側の方にカーブしていきますので、この一本右側にある反対方向の本線を横切っていくということになります。この辺りですね、ここから渡り線がこう始まってそっちの方へ行くんですけれど、で、これから入っていく路線ですね、スロバキアとチェコの国境を越えて、スロバキア側の今出発した駅はホドニンという駅でしたけど、ここからスロバキア側のホリーチという駅に向かっていくローカル線に入っていくわけなんですが、さっきも申しました通り、私が チェコに住み始めたのは2005年だったんですけど、で、それから今までですね、ここに旅客列車が走ったというのは、ずっと常にチェックしているわけではないですけど、ダイヤ改正のためには当然こう見ているわけなんですけど、旅客列車がここの路線走ったということは一度も記憶にはないですね。で、その幻の路線といいますか、これなんか驚いたことに電化されてるんですよね。で、もしかしたらこの迂回運転のために電化したなんてことないと思うんですけどね。でも、まあ、多分、まあ、電化はもともとされてたんですよね。ということは貨物列車が走ったりしてる路線なんでしょうかね。でも、この架線中見ると、そんな新しいわけでもないですよね。ただこの枕木がね、こう見るとあれですね、木の枕木ですよね。で、しかもこのレールの継ぎ目も溶接されてなくてロングレールになってないような状態ですね。で、この列車の走行音、ガタンガタンという走行音が聞こえるということですね。ちょっと聞いてみましょうかね。スピードを出してませんから、こうゆっくりしたジョイント音ですけれど、特急列車に乗っていてこういう路線を走るってことは、まあ、ほとんど今ないですね。特急が走る路線は全てロングレールに溶接をされてロングレール化されていますので、なかなかこういう乗り心地を特急列車から味わうということはなかなか、最近ではできなくなってきていますね。
でこれから先言われると国境を越えてスロバキアに入っていくんですけれど、その国境がこの路線についてはですね、あの川になってますね、モラバ川という川になってまして、でこのモラバ川っていうのは多分ね、こう南の方へ流れている川で、最終的にはドナウ川につながって、黒海に流れている川ですね、ということでプラハとかあの辺流れているあのラベ川とかね、ブルタバ川はずっと北の方のバルト海に流れていますので、そのプラハからこの辺の間、ブルノの間ぐらいにどっかにですね、こう分水嶺があるわけですね。こう壮大な分水嶺ですね、あの、黒海とバルト海を分ける分水嶺、それを越えて、この黒海水系側に今来ているということになるわけですね。でね、ここの今右側のここですけど、これあのプラットフォームありますよね。でこれ駅があって、後で見てみたらですね、ホドニン・ザスタフカという駅でした。でここにこう駅があるということは、やっぱりかつてはここも旅客列車が運転されていたということになりますね。でおそらくこの国境を越えていくその国際連絡列車みたいなのが、各駅停車がですね、こう運転されていたんじゃないかと思います。でさっきもあの地図でご紹介しましたけど、このモラバ川を挟んで、こう行き来する路線がですね、3本か4本ぐらいあるわけですよね。でそのこの今乗っているこの路線と今その工事しているあのブセツラフ・クルティー間ですね、その2つがこの、国際連絡線といいますか、その国境をまたいでいる路線ということになります。で残りの北の方はね、あの国境が、左の方へこう逸れていきますから、チェコ国内だけの路線、川を渡っていますけれど国境は越えないということになりますね。でね、国境この路線はあの川の上が国境なんですが、あ今あそこの河川のところにこういうなんか青い四角形がありますが、あれ多分ね、そうですね、これ今あの冷房 の空調の機械が止まってますから、あの試練区間に入ってますね、デッドセクションというやつです。ということはもう国境が近いということになると思います。もう間もなく川を渡って、スロバキア側に、あなんか電話の切り替えをしてくださいとかそういう表示があそこに今ありましたね。あこれですね、この鉄橋が、モラバ川を渡る鉄橋で、ね、あのこれからですね、これクーティまで行ってまた折り返していきますので、あのジェットラフクーティー間だけをこう乗りに来たということです。であの帰りはまたこの川の様子とかを映していきますからね。で今その国境を越えてスロバキア側に入って、またこの空調の機械が動き出してますね。であそこであの一応こうデッドセクション試電区間になってまして、その電気の使用量をチェコ側とスロバキア側でこうちゃんときちっと分けてあの支払いをするということになっているわけですね。まあ、国をまたいでますから当然そういうことになるんですよね。であの今その標識がちょっとこう違ってますね。チェコ側と違った標識がこう見えてますね。であの通常あの国境っていうのはですね、今みたいにこの駅と駅の間に設けられていることがほとんどです。で場合によってはですね、駅の中に国境があるっていうケースもあの稀にはあるんですけれど、でそれつい最近ですね、何ヶ月か前に、チェコの南西部ですね、あのジェレナルダ・アルジベティンというところに行ってあの動画撮った動画がありますので、それもあの白い右上の白い丸からリンクを出せるようにしておきますけど、これはあの珍しいケースですね。駅の中に国境があって、その駅が一応こう2つに分かれているというケースでしたね。で、まあ、そういうことは通常珍しくて、あの大体この川だったりとかトンネルとかね、それから野原の中とか林の中に国境が敷かれていることが通常ですね。でここはまだあの電化されてますんで、さっきみたいにこう機関車の給電が止まりますからね。でしかもこれ川ですから国境ははっきりしてますけれど、あのディーゼル機関車の牽引であの林の中に国境があったりするとですね、まあ、どこがあの国境だか全くこう乗っていると、気づかないというケースも結構ありますね。特にあの西の方へドイツに出ていく国境とかそういうのがほとんどですね。ここ乗っていてもあのいつの間にか国境を越えてしまっているというケースがほとんどです。でこの路線についてはね、こうはっきりしているわけですね。でなんかスロバキア側に入ったらこれあれですね、あの枕木が PC 枕木に変わってますね。でこういうあの線路の整備とかね、そういうのもきちっとあの国境でこうあの厳密に分けてそれぞれの国でやってますから、結構あの国境を越えると線路がねいきなりあの綺麗になったりとか、逆にあのガタガタになったりとかするっていうケースが、結構ありますね。でね、実はさっき今その工事してるあそこのクーティとブセツラフの間のあの国境もですね、確かねチェコ側はすごくこう綺麗に整備されてて、スロバキア側は確かね、あんまり整備されてなかったような記憶がありますね。だからひょっとしたら今回そういうあの工事をやってるために、この運休ということになってるのかもわかりませんね。まあ、あの工事が終わったらまた多分機会があると思いますので、行って観察しようと思いますけどね。で今こうあのカーブして、でこの先にですね、ホリチという駅があります。でそのホリチという駅から先ですね、クーティ方面は
通常の旅客列車が運転されている区間になります。でその今堀内の駅からですね、この川を渡らずに川沿いにさらにこう先に進む線路が実はありまして、その先に行きますと、スカリッツェという駅が確かスカリッツェナモラビアだったかな、なんかそういうあの駅があります。そこがあの一応スロバキア側の終点で、そこからまた川からこう逸れてきた国境を越えてチェコ側の、ね、スドムディアジッツェというところにね、つながっている。ちょっとまあこうあの話で説明してもなかなかわからないと思いますね。あのさっきのね、あの国境の地図をこうご覧いただければ、はっきりすると思うんですけど、そっちの方に行く鉄道がですね、その堀内の駅で合流してくる、こちらから行くと合流してくるということになります。でそっちはね通常の列車が走ってまして、今あのその国境を越えてスドムディアジッツェまで行く列車は確かなかったと思うんですけれど、昔は走ってましたけどね、私も乗った記憶がありますけれど、まあ、ただあのもう間もなくその堀内という駅を通りますけれど、そこから先は通常の旅客列車、ローカル列車が運転されている区間に入っていくということになります。でそこを過ぎますとね、クーティまでどのくらいだったかな、多分15分ぐらいで着くんじゃないかなと思いますね。でもしかしたらこの線あれですね、貨物列車が走ってるのかもしれませんね。これ電化されてるってことはそれなりになんかこう、理由があって電化してるんでしょうから、まあ、旅客列車は走ってませんけど、おそらく貨物列車が結構頻繁に、もしかしたら走っているルートなのかもしれませんね。まあ、ただ単線ですかね、そういう輸送力もそんなに限られてますからね。あっちのブジェスラフの国境を越えるルートがあれば要は足りるんじゃないかなという気がするわけですけれど、今このあのカーブしてますね。このカーブが終わったところに、ホーリッチという駅が、あ今信号がありました。ここポイントがありますね。あ ここですね。この右側に見えているこの線路が、スカリッツェの方へつながっている線路。あ向こうはあれですね、電化されてないですね。あ左側に貨物列車があの退避をしていますけれど、そうか、これあの この国境を越えるこのあのガタ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 でもなかったか、あの今の走ってきたねモラワ川を渡ってくるこの国境越えの線路が電化されてますけど、この直進の方、旅客列車が走ってる方は非電化ですね、ディーゼルカー、による運転ですね。今通過したあの駅がホリッチという駅です。ホリッチですね。でここから先はですね通常の旅客列車が走っている区間ということになります。なんかこの今あのダイヤ調べてみたんですけれど、ちょうどあのこの列車が通ってる時間には普通列車は2時間に1回しかなくて、この列車が今走ってる時間にはちょうど、ここ通る普通列車はあの運転されていないような感じでしたね。ですけどね、あのダイヤ見てみますと、次の特急ですね、ブダペストから来てブジェツラフに行く列車がですね、途中で行き違いをすることになりそうですね。その様子をこう見ていこうと思いますけれど、この路線ですけどね、今その右側の景色を映してますが、この林がありまして、その向こう側には川があって国境になっているというわけですね。でこの線ずっとこう景色見てましたけど、だいたいこの林の中を走っている区間がほとんどということでしたね。でこれ基本的には単線なんですけど、今左側にまたこの線路が出てきまして、この行き違いの交換設備ですね、交換設備のあるというところにやってきました。もう間もなく、グベリっていう駅がですね、グベリという名前の駅があります。でそこで、反対方向の特急列車ですね、ブジェツラフ行きので、本来だったらそのブジェツラフからさらに先プラハ、ドレスデン、ベルリンを通ってハンブルグまで直通していくべき列車のはずなんですけど、それとこの先の駅で行き違いをしていくということになります。で本来その列車がですね、ハンガリーの客車を使って運転されているんですけれど、本日さっきねハンガリー編成行ってしまいましたから、おそらくですけれどチェコかあるいはスロバキアの編成のあの車両によって編成された列車が来るんじゃないかなと思います。今停車した駅ですね、ここで特急列車の行き違いということになります。今やってきました列車がこの行き違いの特急列車で、先頭の機関車はチェコのチェコ鉄道の380型という電気機関車でしたけれど、
後ろの客車の方が 赤と白で塗ってますが、これスロバキアの鉄道の車両ですね。でこれ本来だと通常だとチェコとスロバキアの車両を混ぜて使っていることが多いんですけど、この車すべてスロバキアの車両だったような感じで後ろの方映ってませんでしたけどね。で今そのグベリという駅を出発していきますが、このグベリというこの地名ですね、プラハにも同じ地名がありますが、プラハの方はですね、あの一番最初の文字が K でしたね。 K で始まってますから、スロバキアは G になってましたね。の発音は両方とも同じグベリというふうに読むはずなんですけどね。スロバキア語とチェコ語でその綴りが違っているという、なんかおそらく共通の語源があるはずなんですけどね。でそこを出発しまして、しばらく行きますと、この右側からあの電線が今映ってきましたけれど、これがそのブレツラフからこのクーティを結んでいるあの幹線ルート、現在工事をしていて通れないというそのルートになりますね。でこれが本当の本来の、メインのルートなんですけれど、そこが通れないため本日この列車は迂回運転をしているということになります。であそこにこの工事車両が何両か置かれていますが、おそらくその工事区間に使うものがここに並べられているんじゃないかなという気がしますけどね。でその奥の方に見えてきましたのがこのクーティの駅の駅舎です。こちらはスロバキア側の国境の駅ということになります。ただこのクーティとブレツラフの間ですね、小さい駅が2つありまして、スロバキア側がブロッツケで、チェコ側がランジホットという駅があります。でそこはですね、特急とか急行は止まらなくて、それぞれの国の側から普通列車で行けるということになって、その2つの駅の間をこう行き来することはですね、直接は行き来できないようなダイヤになっていたはずです。でそのブロッツケまではですね、一応こちらスロバキア側からの列車が運行されていまして、今ここに止まっているこれですね、このレールバス2両編成、これがスロバキア側の国境の一番最後のどん詰まいっていうか、その幹線ルートの途中にあるローカル駅ですけどね、そこまで行く列車ということですね。でこの辺に止まっているこのシティエレファントはブラティスラバを結んでいる普通列車です。で今そこにジェット SL というふうに書いてありますけど、これはスロバキアの鉄道の略称でして、今このクーティの駅に到着しました。で向こうのブロツケ行きがこれと入れ違いに出発していくということになってますね。でこちらに止まっているこのシティエレファントはこのクーティからブラティスラバを結んでいる列車でして、さっきの特急列車でやってきてここでこれに乗り換えるとクーティブラティスラバ間の小さい駅に行くことができるというダイヤになっています。で今ちょうど出発するところですね。でこのシティエレファントと呼ばれるこの名前が、まあ、スロバキアではそういうふうに呼ばれてないみたいですけど、チェコ側ではそう呼ばれてます。でこれはチェコのプルゼンだったかなで確か作った車両でして、チェコではですね、プラハとそれからオストラバの周辺で、こう活躍している車両です。で今そのクーティの駅の駅舎に入ってきました。社会主義時代のなんか雰囲気を残す駅舎ですけど、ここに時刻表がありまして、今通ってきた路線ですね、クーティからスカリツェナ・スロベンスク、そしてスドムネシッツェナ・モラボーということで、このスドムネシッツェという終点の駅はチェコ側になるんですが、そこまで直通する列車は1本も運転されてなくて、全部スカリツェ止まりということになっています。でこの売店を見ますとなんかしませんが、この中国の機関車、ディーゼル機関車ですね、この模型が売られています。スロバキアの機関車は売られてないみたいですけどね。でこちらがその駅の待合室になりますが、ちょっと中を覗いてみましょうかね。でこう見てみますと、なんかこうガランとした感じで、なんか落ち着かないような、こう待合室なんですけど、実際ですね、さっきの切符売り場の方にもベンチがありまして、そこで待ってる人は何人かいましたけどね、ここは誰もいないという感じになってますね。で向こうに止まっているあの電気機関車、あれ珍しい型のもので、おそらくスロバキアにしかないんじゃないかなと思います。でこれがそのクーティの駅の外側からの様子です。非常に大きな駅舎ですけれど、駅舎の割にはこの周辺の町といいますか、集落は小さな集落でして、駅の前の様子がこういう感じの、住宅がこう建っているような感じになってますね。で向こうに見えるあの大きい建物は駅舎ではなくて鉄道関係の建物ですね。でその右側のこちらが駅舎ということです。で向こうに見えるあれはあのホテルですね、ウビトバーニエというふうに書いてあります。なんか宿泊所という意味ですけど、おそらくホテルとかペンションとかそういう類のもののはずです。でちょっと歩きましたら、ここにね池があって、こうなんか門が開いてるんですが、ここにあの私有地というふうに書いてありますんで、ちょっと中に入るのは控えまして、この外から見てみますけど、なんかすみませんが、このタイヤで作った動物がこういろいろ置かれていました。おそらく子供のための遊具のような感じなんだろうかなと思いますけどね。あそこにあるあれはなんかミッキーマウスかなんかですかね。で、その隣に馬とかなんかウサギとかそういうものがありますけどね。で、この先にもいろいろたくさんいろんな動物が並んでたんですけど、で、一番最後にこのなんか正体不明のこんなものがありましてね。で、その向こう側にはこう池が広がっていて、
なんか非常にこうのどかな景色が広がっているということになってます。でその池のすぐ近くには工場がありましたけれど、これは今日は多分やってないんですけど、おそらく操業はしてると思いますね。今日は日曜日のために休みということです。でこちらこう戻っていきますと駅の方へつながっていくという道ですね。で向こう側にですね、給水塔のようなものがありまして、これブラチスラバの方からこう列車プラハ行きの列車に乗ってくると、あれが見えるとクーティーだなっていうふうにいつも、そう思う、なんかこうシンボリックな感じの建物ですね。でこちら側にもこれ家が並んでまして、この駅舎だけはですね、非常に堂々とした駅舎、国境ということでいろいろ事務などの仕事があるということなんでしょうかね。でこちらクーティーブジェツラフ館も、2000年に100周年ということなんで、もう120年経つということですね。それで向こう側、ブラティスラバ方面から今やってきたこの特急列車、先頭の機関車はスロバキア鉄道の350型ですね。で後ろについている客車はハンガリーの客車で、この特急バートホリーという特急列車ですね。ポーランドのテレスポール行きの列車です。これに乗ってこれからさっきの区間を戻っていこうと思います。列車に乗り込みましたけど、これは、ね、2等のコンパートメントなんですけど、非常に快適な車両ですね。結構古い車両かと思うんですけれど、新しい座席、ふかふかの座席に交換されてて非常に快適な車両です。で今そのクーティを出発していきます。ダミアパニナスレドヨセスタニツァボドニー Upozorňujeme vás, že náš vlak ide odklonom cez Holíč nad Moravou. Poprosím cestujúcich, ktorí cestujú do Prahy, do Brna, do Kolína a do Břeclavy, aby si v Hodoníne vystúpili a nasledovali nás, čiže vlakový personál. My ideme tiež do Břeclavy. Břeclavy si títo cestujúci prestúpia potom na iný vlak. Ďakujem. 今車内保存を入りまして、この列車ホドニンじゃなくてブジェツラフに行きませんので、ホドニン、もしブジェツラフ、それからブルのプラハ方面に行く人はですね、次のホドニンで下車をしまして、そこから別の列車に乗ってブジェツラフまで行き、そこでさらに乗り換えて、ブルのプラハ方面に行ってくださいという、そういう案内が入っていました。ということでこの列車はですね、実は今回の、運休の影響でルート変更にはなっているんですけれど、そんなに大した、もうこれすごいな、車輪のきしみがすごいですね。すごいですね。で、そう、通常の、ルートとは違うルートになってるんですけど、この列車自体にはですね、それ大した大回りにはなってないんですね。で、その辺の事情をちょっとね、説明したいので、もう一度地図をご覧に入れますけれど、こちらの地図ですね、これをご覧ください。で、この列車のルートは今、この矢印で示してあるところになります。ということで、このブジェツラフ経由に比べて、かえってね、その距離は短くなってるような感じですね。まあ、ただローカル線で、規格の低い線ですから、スピードが出ませんので、時間はおそらくちょっと余分にかかるんじゃないかと思いますけれど、そのハンガリーからポーランドの方に行く人にとっては、今回の、運休区間はあんまり、大きな、障害にはなってないということですね。ただ、この列車からですね、乗り換えてプラハとかそっちブルノとかね、に行くっていう人は、通常でしたらそのブレツラフで、オーストリアから来る特急列車にこう乗り換えができるんですけど、それができないということになってしまいますんで、やっぱりそのブルノ、それからプラハの方に行く人にとっては、ちょっと今回の、運休の影響が大きく響いてくるということになります。そんで今この本線から分かれて、すごいですよ、この車輪のきしみがすごいですけれど、このブジェツラフ方面のね、この運休している本線から分かれて、さっきの元来たこの支線ですね、スカリツェナスロベンスクを、それからスドムルシッツェの方に行く、ローカル線に進入していくというわけですね。でそれさっきと同じようなこの林がこう広がっていくわけですけれど、でこの列車はですね、ブジェツラフに行かずにそのホドニーは来る時の列車はですね、ホドニーは運転停車で、そこで機関車の付け替えが行われたというわけですけど、この列車にとっては、停車駅で客扱いをするということですね。でそこからブジェツラフ方面に行く人はそのホドニーで降りて乗り換えということになるわけですね。で今また駅に到着して、これはグベリですね、行く時もここで特急列車とすれ違いをしましたけれど、今回もなんかすれ違いがあるんですかね。実はですね、この ブダペストからプラハの方へこう向かっていきますとね、あと2時間に1本プラハ行きが出てるんですが、そのプラハ行きとプラハ行きの間に時々ポーランド方面に行く列車が挟まってるんですね。でそれはプラハに寄らずにチェコをかすめてから通ってオーストラバの方へ行ってポーランドへ行くんですけど、この列車がまさにその列車ですね。バートホリーというね、ハンガリーの昔の貴族の名前がついていますけれど、そのような列車になってます。
で、ここでまたグベイの駅で行き違いで、向こうから来るのは貨物列車ですね。この時間は特急はないはずなんで、貨物列車が、行き違いをするということになっています。これまたあれですね、ピギーバックですね、ピギーバック輸送。このトレーラーの2台だけをこのコンテナ車に積んで、長距離を走らせるというやつですね。でしかもこれあれですね、これ同じ会社のトレーラーばっかりですね。これ全部この LKW ワルターというね、ワルターってなんか悪役のレスラーみたいな感じの名前ですけれど、その会社のこれ専用のあれですかね、列車です。全部これ同じ会社のあれですね。すごいですね。でこれ実はね、この会社のこういう状況って調べてみたんです。したらね、オーストリアのウィーンの近くのノイドルフというところに本社がある物流の会社でして、でなんとね、ものすごいです。ホームページ見るとですね、言語の数が47カ国語だったかな、ぐらいではこう変換して表示できるようになってるんですよね。でこの概要欄にそのホームページのリンク貼っておきますんで、興味ある方いらっしゃったら、ぜひご覧いただくと面白いですけど、多分ね、開くとチェコ語で出てくると思うんですけど、右上の方に言語変換できるようになってますね。それは英語とか、それ日本語は確かね、なかったと思うんですね。日本にはおそらく、この会社は、物流扱いがないんだろうなと思うんですけれど、47カ国語でこう表示できるというね、すごいホームページになっていましたんで、まあ、興味ある方いらっしゃいましたらね、ぜひご覧いただきたいと思うんですけどね。やっとこれ全部同じ人でした。全部同じ会社の、トレーラーが積んでありましたよね。でこれと行き違いをしまして、こちらの列車もこのグベリの駅を出発していくところです。で来るときはね、ここで特急列車と行き違ったわけですけど、今回は貨物列車との行き違いということでしたね。でこれね、今機関車ちょっと聞こえたかな、頻繁にこのピーって甲高い汽笛をですね、頻繁に鳴らしてるんですよね。で来るときはあんまりそういう気にならなかったんですけど、まあ、機関車から離れた位置に乗ってたって、まあそうでもないですけどね。最初の頃は後ろに乗ってましたけど、途中から前の方に移ったんでね。でね、グベリ出発しましたら、なんとこれ左側にこんな野原のような、この草原の野原かな、これ畑かもしれませんね。でこんな景色が広がってて、来るときこれ全然気づかなかったんですよね。でこれ左側ですから、要するに川がある方向、要するに国境の方向を今見てるわけなんですけど、ずっと林だったような気がするんで、右側もですね、こんな感じで、でね、確かあれです、あそこの列車のいつも旅客列車が通ってない区間を通り過ぎて、ホルイチまでは一番後ろにいたんですね。で途中から座席に座ろうと思って、で一番後ろの車両が一等車だったんですよ。これ二等の切符しか持ってなかったんで、二等車を探してこう車内をこううろうろしてたんですよね。でその間にこういうところを通過してたってことですね。要するに見逃してたと。で昔ですね、もうだいぶ前に亡くなったんですけど、宮脇俊三さんっていう旅行作家の方がいらっしゃいましたね。でその鉄道でこう旅行して、この動画見てる方、結構私と同年代の方多いんで、ご存知の方多いと思いますけど、その方もね、その自分のご自身 の, その著作の中で書いていらっしゃいましたけど、同じ路線でもね、この季節とか時間帯を変えてこう乗ってみると、全く違ったような路線のようにこう見えてくるっていうようなことをおっしゃってましたけどね。まあ、今回はまあただ単に車内をこう歩いてて気づかなかっただけなんですけど、さっきはちょっとこう林ばっかりかなと思ってたんですけど、そうでもなかったということですね。で今奥の方に見えてきてるのは、これはホーリッチの町ですね。結構大きな町ですよね。クーティに比べてこっちの方が多分大きいんじゃないかなという気がします。まあ、でもクーティっていうところは国境上にあるこのなんか鉄道の要衛みたいなところですからね。もともと町があって、そこに鉄道が通ったというところではないんじゃないかなというふうに思います。今その法律の駅に到着する、またこれ非常にこうタイムですけど、車両の人がきしんでますけどね、大丈夫なんですかこれね。こんなんでまあ大丈夫なんだろうと思うんですけど、で今この法律の駅に、を通過していくところなんですけれど、これがその駅舎ですね。ここはまあ停車はしないでしょうね。停車はしない。堀内経由行きますよってやっぱりこんなことをしてましたけれど、まあ停車駅ではないということ。で、これ直進する向こうの方が例の、スカリッツェナスロベンスクの方に行く線ということですね。ここは非電化のローカル線ですが、こちらは国際連絡ということが、後ろの方を見ますとこうね、2人ちょっとカーブが出てくるので、この列車の後ろの様子がこうよく見えるというわけですね。でここが例のですね、さっきずっと後ろからの景色をご覧に入れましたけれど、通常六角列車が全く走っていない路線に今乗り入れてきているということですね。でもう間もなく国境なんですけど、この今見えているこの標識ですね、こう三角形に3って書いてあって、斜めの矢印があるやつ、あれはチェコでは見られない、
ものですね。スロバキアでもあんまり見たことないような気がするんですけど、この路線の独特のものなんですかね。それは分かりませんけどね。結構この線路の標識はね、国によってこう様式が違ってますんでね、こう比べてみるとなかなか面白いものですけどね。あ、今度30って、あ、これ30ってあれ多分制限速度ですね。30キロ制限がかかっているということですね。もう間もなく国境の川、あ、ここですね。これが国境の川ですね。モラバ川という川です。ドナウ川につながって、黒海の方へ流れていく川で、今この見ている方が上流ですね。上流の方を眺めております。左側がチェコ、右側がスロバキアというその国境の川ということになります。で、国境を渡りますと、もう間もなくホドニーですね。ホドニーの今、郊外の工業地帯に入ってきています。でチェコってやっぱり工業局なんでね、こう小さな町にもいろんなこの工場がたくさん。だって、今この通過したこれ駅ですね。ホドニーのザスタフカという駅です。で、ここに駅があるということは、昔はやっぱりここも旅客列車がね、運転されていたんだろうなということがわかるわけですね。これ非常に大規模な工場がありますけど、まもなく、まあ、ホドニンの、さっきホドニンのスタッフっていう駅があったじゃないですか。もうホドニンの郊外に入ってきているということですね。左側には池がありますが、もう間もなくですね、ジェットラムの方からの本線に合流していくのかなと思います。でこっちの、ね、工業地帯もちょっとね、結構興味があってこう見ていたかったんですけれど、この本線への合流をですね、見逃したくなかったんで、この左側の景色にまた左側に切り替えて、コンパートメントの座席の方からこう外を眺めている感じになってますけどね。で、こちらがここですね、向こうからこの伏線電化のこの堂々とした直線のまっすぐな鉄道がこう現れています。これが、あそこで写真撮ってる人いましたね。で、これがブジェツラフの、今映ってる方向がブジェツラフです。ブジェツラフの方からの線路を利用していくということですね。で、ここを過ぎますと、ホドニンの駅、さっきのこの列車ですね、このローカル列車、さっきブジェツラフからクーティに向かう列車からも見えましたけど、同じ列車がここにまだ今までに止まっていますが、もう間もなくホドニンの駅に到着をするということですね。相変わらずこの貨物列車がたくさんこう留置されていますが、これもおそらくスロバキアの方に行く今の単線区間を線路の開通待ちとかをしているのかもしれませんね。結構スロバキア、チェコからスロバキアに行く貨物列車ってたくさん走ってるんですよ。スロバキアの先にはね、ハンガリーとかその南ヨーロッパが控えてますからね、バルカン半島とかあっちの方はね。だから結構物流の動脈であるわけですよね。まあ、ただね、そのハンガリーの方行くんでしたら、あそこのね、ウィーンを経由していくっていうルートもあるんですけど、まあ、ウィーンは結構ね、鉄道、ダイヤが結構過密ですからね、貨物列車はこう、たくさん、臨時の列車を挿入するってのは難しいんじゃないかなというふうに思いますね。で、ホドニーに停車しまして、ここから先はチェコ鉄道の方は1等の切符がありますので、1等車にね、移ることにしましたんで、車内混んでましたんで、こう、ホームから移動したんですけどね。で、こう、発車していくところですが、あそこでこう、人がたくさん待っていますけれど、人でおそらくこの列車が降りてきて、これからブジェツラフの方に行く、列車を待って、多分急行か普通列車があるんだろうと思うんですけどね。で、そのブジェツラフからさらにブルノ、ブラハ方面に、旅行するという人なんじゃないかなというふうに思います。で、左側にはさっきのね、810型ですね。これたくさん結構これ止まってますね。この路線では結構使われてるってことですかね。これ最近もうこれね、本当に珍しくなってきたんで、貴重な車両ではあるんですよね。で、そこから先ですね。で、この列車を引いてる機関車は350型っていうスロバキア鉄道の機関車ですけど、共産主義の時代に作られたものの中では唯一160キロに対応している機関車です。で、この区間の最高速度は160キロで、しかもこの列車ね、あと5分か10分ぐらい遅れてるんですね。ですからもう目いっぱいの速度で飛ばしていく感じですね。多分160キロギリギリのスピードで走ってるものかと思われますね。で、この区間から先はですね、もう通常の列車の区間ということになりますので、今回のテーマであります、この迂回運転の区間も終了しましたということでですね、この動画はもうぼちぼち終わりにしたいと思うんですけど、もう間もなくね、多分ポーランドからの特急列車とすれ違うはずなんですよね。多分ポーランド編成だったと思いますけれど、ポーランドから来てオーストリアの方に抜けていく特急列車が通るはずなんで、それをこうすれ違ったら終了ということにしようと思いますね。どこですれ違うか分かんないんでね、こうカメラずっと回しっぱなしにする必要があるんですけど、結構これスピード出しててね、これ今通過した駅、分岐点になってます。さっきの素留めの実践の方に行く、ローカル線が出てますね。で、あそこからあと向こうの方に、今通過しました。これですね。これポーランドの特車をつないだ編成した。じゃあここで終わるということにいたします。どうもご視聴ありがとうございました。